はい、どうも、丁寧なご紹介あまり経歴とかは関係がない話に今日しますけれどもバイオマティックスっていう、言葉聞いたことないと思います。で、このバイオマティックスっていうものを私は専門にして、それを勉強したいってことでこのように、日本中から大学に集まってくれてます。ですので、ぜひ広島のね高校生というか、大学生もなんですけれども研究してきてほしいなということで最近、広める活動をしてまして、今日もその一環ということで一般社団法人バイオ DX の人たちに手伝っていただいてこのような会を、やらせていただいています。ここからちょっとバスに乗って15分ぐらい行ったら あるのが広島大学で、こんな煙突の再利用で、看板を作っているところなんですけれども、そこで撮った写真です。で、30分ぐらい話しするってことなので、紹介、バイオマティクスって何かっていうことを皆さんに伝えて、それがどう、社会実装につながっていくかっていうところら辺を話したいなと思います。で、微細藻類ということがもうすでに好きな生物って言っていただいて、すごく今我々がやってるものの一つなので、その辺もちょっと関係を話してきたらなと思います。で、もう話していただいたのがあれなんですけど、大阪出身で私の名前風に珍しくて、こんな感じで名字 のウェブサイトで調べると大阪府一番多いのが出てまさにその通りなんですけれども、そういう珍しい名前なんですけど読んでそのままです。はい、アクセスランキング出たら研究者やってるものなんでウィキペディアのエントリーが作られちゃってるんでこういうふうに出てきます。はい、そこから見てください。で、おっしゃる通り大阪で、広島に今来てて、大体300キロぐらい外れたところに、あるんですけれども、実家もまだ今も大阪の北の方にあって、そちらが出身ということで、言葉もだんだん慣れてくると大阪弁が出てくるって分かると思いますので、よろしくお願いします。で、ですけれども実は広島人クォーターなんです。4分の1広島人なんです。うちの母のお父さん、つまりおじいさんが、この青でくくった府中の山奥の上下町ってところなんですけど、三好のインクちょっと手前なんですけど、そこに、実はおじいちゃんとおばあちゃんのお墓がありまして、ここからだったら車で1時間ぐらいで墓参りが行けるということで親は喜んでいますけれども、割とそういうところに、縁があると。で、これは、縁は、皆さんに位置関係してもらうためで、赤の縁が広島市の中心で、緑が今皆さんいる東広島になります。はい、そういうところという、広島人クォーターですので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、で、上下はこういう洋酒ケーキとかいうので皆さん見たことあるかもしれません。今は府中市の一部になってしまってますけれども、実は三好にもこの洋酒ケーキのほとんどよく見たのがあるんですけど、上下にもあって、こっちの方がちょっとブランデーの匂いがきつい、そんな感じです。はい、で、今もうすでに、安村さんの方からご紹介あったので私の研究編に関してはあんまり言いませんが、実はご紹介いただかなかった部分で、一つ、言っておくと、ここに広島大学に来る前、3年半以上前、3年半の前はこの、ライフサイエンス統合データベースセンターっていう、生命科学分野のデータベースに関わる仕事をしてて、そこの頭文字とって DBCLS っていうんですけど、そこでこういう講習ですね、このライフサイエンス分野にあるこうデータベースの使い方、データベースだけじゃなくてウェブサイトとか皆さんのインターネットホームページ見てなんかいろいろ検索するんですけど、それも生命科学の研究者向けにいろいろ作られてまして、それをいろんな人に伝える、こういう講習会して喋るっていうのを12年半ぐらいやってたんで、割とこういうところで話すの慣れてます。ですので皆さんのトラブルシュートとかそういうのも散々やってきて慣れてしまってるんですけれども、広島大学に来た理由はこのバイオインフォマティックスっていうものを教えてくださいというふうにこちらの、垂れ幕にある山本先生ガリゲノム編集 の, もう応募所中の応募所なんですけれども、の方に、来てくださいと
バイオマティクスを教えてゲノム編集と融合させた研究を広島大学でということで、こちらに、やってまいりました。で、まあこちらにもあちらにも置いてますけど、こういうちょっと専門書なんですけれども、いろいろ本を出して20冊ぐらいになりました。まあ、そういう本をいろいろ出して、まあ、研究者の方には割と名前も珍しいので知られてしまっているというふうな、まあ人間ですけど、多分皆さんバイオマティックスって言葉も初めてだし、僕の名前に来るのも多分初めてだと思いますので、まあこういうちょっと紹介が続きますけれども、やってます。で、今はまあ大の先生やってて、くどいんですけども、一度言いますと理学部の生物科学科というところ の、 先生やってます。で、あと、まあ大学院の方のこの統合生命科学研究科の数理生物科学プログラムというところの方の、先生もやってるんですけども、まああまり所属は関係ないんですが、多分皆さん大学どこ行くかとかいうのですごく、ね、悩んだりいろいろ、考えてらるんじゃないかなと思うんですけど、生物を学ぶためには実はいろいろあって、まあ、我々のところは理学部の生物学科というところになってますけれども、例えば広島大学ですと工学部にも生物系の学科がありますし、生物生産学部っていうのは全部生物ですし、あとは総合科学部っていうところでも生物は学べます。ですが大学に行っちゃうと全部同じですから、統合生命科学研究科になっちゃいます。ですので、どこに行っても多分やりたい研究というかやりたい生物の研究はできるんだけど、まあ、どういう学部の色があるかというところに、まあ、行くっていうので、選んでくれればいいんだけど、それも多分なかなか分かりにくいんじゃないかなと思うので、まあ、今日ちょうどいい機会なので大学院の学生の、私の研究室の学生ですけれども相談してみるといいんじゃないかな。もちろん私も、相談になりますのでやってくれるといいかなというふうに思います。はい。で、私の研究室はちょっといろんなことを研究してて、それの話をするだけで多分丸1日使っちゃうので、今日はそんなに詳しくは言わないんですけれども、ここの文字に出てくる、下の方に出てくるようにバイオインフォマティックスって言葉が割と出てきて、そういう研究をしているっていうふうに大体思ってくれたらいいと思います。で、私の研究室でやっていることは大体この大まかにこの図の中に収まるようにいろいろ書いてるんですけれども、今このバイオデジタル技術の教育普及ということをここでやらせていただいてるんですが、大まかにはいろんな生物のゲノム配列ですね。生物がそれぞれ持っている、固有の遺伝情報なんですけれども、それを読んで解読してですね、解読して最終的にそのゲノム編集と呼ばれる技術を使って、より良い、改変された生物を、作るという方法な研究につなげていくということを、一言で言うとやってます。じゃあそれどういうことかというのを、この後ちょっとずつ、話して、できる限り分かりやすく話してきたら、いけたらなというふうに思います。はい。というわけで今日の特別授業の中身に入っていこうと思うんですけれども、なかなか大学の方でも高校生向けにこういう特別の授業みたいなのをたまにやってますが、大学はこんな感じで、ここから15分ぐらいバスで行くと、こういうモニュメントがあるところにあるんですけど、特にそんな怖いところじゃないので、入って散策とかもできますので、ぜひ行ってみたらいいんじゃないかなというふうに思います。でも今日はこの大きく分けて3つ話を絞って3つに、まとめました。1つはバイオフマティックスとは何かということですね。で、2つ目に、バイオフマティックスはバイオ DX という、この今回主催しているところの名前になっているそのバイオ DX って何ですかというところが2つ目で、3つ目としてバイオ DX の可能性ということで、今日後で皆さんにやってもらうその分子系統上ところにどうつながっていくかというところら辺をちょっとお話ししたいなというふうに思ってます。はい。それでですね、バイオマティックスと何かということなんですけれども、言葉は、の通りでバイオというのは生物ですね。あとインフォマティックスというのはこれ英語で情報学っていう意味です。だから生物情報学っていうふうにも言うんですけれども、多分生物情報学って言っている人ほとんどいなくて、バイオインフォマティックスって言ってます。じゃあそれ何やるかというと、バイオのこれまでやってきた生物の研究にこの、情報学の手段を使おうというのがもう最初のきっかけです。というのがバイオインフォマティックスって言ってて、
もう皆さんが生まれる前に私が書いた本にはそういうふうに書いてて、こういうふうにコンピューターを実験手段として使って生物学的に優位な結論を引き出そうとする学問ですというふうに書きました。で、簡単に言うと生物の研究っていうのは皆さんこういうピペットとか、これはピペットマンっていう、まあ、商品なんですけど、そういうものを持って何らかの生物を実際に扱って、研究するというイメージだったと思うんですけど、それをこういうふうに右にあるようなちょっと使い古してますけどキーボードですので、ね、キーボードで、コンピューター上のデータとこう向き合ってやると、するとそういう、まあ、学問っていうのがこのバイオインフォマティックスで言ってて、もうちょっと簡単に言うとその、生物のところ、生物から何らかのこう情報をこう読み解いて、まあ、測定してですね、それをコンピューター上でなんかしよう。なので生物の生の状態じゃまあ無理なので、何らかの測定をして生物からこうコンピューターに載せられるデータにすると、まあ、今だったらね、それこそ画像で写真撮ってとかいうのも考えられると思うんですけど、その当時実はそんなに画像技術とかそんなによくなかったし、スマホもなかったという時代なんで、どうしてたかというとあれなんですよね、こういう右下にあるようなこういうね、ATGC っていうのが並んでますけど、こういうそれぞれの生物が持つ遺伝情報、まあ、それのことをゲノムとか、いろいろな言い方で DNA とかいろんな言い方するんですけれども、そのゲノム情報っていうのをこの ATGC っていうこうで読み取って、それをコンピューターのデータにして、それをいろいろ解析しよう、こういうパソコンでコンピューターでやろうというのがこの塩基配列解析って呼んでいると思うんです。まあ、塩基配列っていうのは DNA と RNA をひっくるめると塩基っていうので、塩基配列っていうのでこういうふうな書き方をしますし、あとこのアミノ酸配列っていうのはその塩基配列から塩基配列の中にコードされているっていう言い方しますけど、塩基配列の中にこう読み込まれた、タンパク質の、ね、配列っていうのもここからこう3文字ずつ読むとかいうのなんか習ったかもしれませんけど、コドンっていう単位で読むとか習ったかもしれませんけど、そういうような、まあ配列をコンピューター上でひたすら、まあ、こう解析するというところら辺が20年前はバイオインフォマティックスって呼んでて、今でもそこが狭い意味でのバイオインフォマティックスって言ってます。でそれ以外にコンピューターを使ったらいろんなことできるねってことで、この周りにある遺伝子発現解析、まあ、こういうここにコードされている中に遺伝子っていうのがあって、その遺伝子がどれぐらいの数その細胞の中にあるかみたいなのをこう、まあ、測定するようなことも、まあ、出てきてて、今日来ている大学院生の人たちはみんなこの遺伝子発現解析っていうのをこのバイオインフォマティクスで研究している人たちです。で、それ以外にももっとシミュレーションとかイメージ解析みたいな方にどんどんコンピューターを生物の研究に使うっていうのは広がっていってると、そういう、まあ状況になります。はい。で、ちょっと今分かんないことがいっぱい言ったのでもうちょっと整理しますと、DNA って言ってるのはこの ATGC のこのずっとこの並んでいるんですけど、これがずっとね、この一個一個が A か T か G か C かなんですけど、まあ、色でこれ分けてて3、4種類あるから分かると思うんですけど、長い鎖になってて、これがまあそれがまあ DNA って呼んでて、まあ大体ゲノムと同じ意味だというふうに思ってくれればいいです。 DNA ってこう化学物質という意味からデオキシリボ核酸っていうので DNA というふうに、まあ、呼んでまして、これは皆さんの、全ての細胞の中に必ず入っているものになっています。まあ、それはまあこういうふうに細胞が、人の中には細胞があって、その中には染色体クロモゾームっていうのがあって、さらにその中に、DNA がこうヒストンというタンパク質にこう巻きついてあって、そのようにさらに糸を解きほぐすと DNA という鎖になる、そういうものです。で、まあ、そういう塩基配列っていう ATGC っていうものの並びがどんなふうになってるかっていうのをこう解明するっていうのが、まあ、我々の、今やってることで、それが分かるといろんなことが分かるだろうっていうことで、これを ATGC を解読するってことをずっともうずっと本当に、それが DNA 遺伝子の我々の生命の本体が設計図がここに書かれてるって言われた時からもう50年以上になるんですけど、それをずっと読むことをやって
てます。で、ここで遺伝子って出てきたんですけど、じゃあ遺伝子って何ですかって話なんですけど、遺伝子っていうのは、この、遺伝情報の、を担っているものっていうふうなのがもともとの意味で、それは、DNA の方に、ATGC っていうものの並びでコードされてるっていうふうに、分かってきました。ですけど、その遺伝子の中には、そのタンパク質を直接コードしているこのエクソンっていう部分と、そうじゃないイントロンという2つの部分があって、このエクソンの部分だけが、こう、なんでしょう、転写されて、スプライシングとかで聞いたことあるかもしれませんけど、そのエクソンの部分だけがこう組み合わさって、最終的に、そこの部分のものがタンパク質に翻訳されて、タンパク質というのがどんどんできてくるというのが、真核生物で起こっていることで、そうじゃないバクテリア、原核生物ですね。では、イントロンがなくて、直接 DNA の部分が RNA にスプライシングとかなくてできてっていうふうな、細かいことはいっぱいあるんですけれども、そういう遺伝子っていうのは、このタンパク質になる部分の、コピーだと大体、まずは持っておいていただければ、それでいいと思います。そういう、ものなんですね。この遺伝子って言葉がこれからもずっと出てくるし、多分、普段もね、日常会話でも出てくると思うんですけど、大体正しい定義は今の、言っているようなことになります。はい。皆さんが今生きている2020年代っていうのは、この、生物の、研究が今みたいにだいぶ分かってきてしまったので、この図の左にあるみたいに顕微鏡で覗いて新しいことを発見する、もちろんそれもまだまだ現役でやっている部分もあるんですけれども、コンピューターを使うことなしに今の顕微鏡の画像を見るとかいうのも今できないぐらい、コンピューターは必ず必要、つまりバイオインフォマティックスは生命科学に必須の手法っていうふうになってきてて、DNA を解読する装置ですら今これでこういうナノコアっていうやつですけど、こういうものに、はですね、USB で接続して、コンピューターでこう、コンピューターのソフトからこう制御して ATGC を読んでいく、そういう時代になっています。はい。それがざっくりバイオインフォマティックスって何ですかっていうのの非常にざっくりな話です。バイオインフォマティックスの話はまたもうちょっと後でもう一回出てきます。で、ここからはちょっと、バイオ DX っていうものの話になって、もうちょっと出口に近い方の話になるんですけど、これ東広島市のここ建物だし、東広島市の広報誌でこれ2021年の12月にこういうのが出てたんですけど、みんなの DX って言って、DX って、デジタルトランスフォーメーションって意味でデラックスじゃないよって書いてあるような市の広報誌にこうやって出るぐらい、実は身近なものなんですね、バイオ DX。で、この DX とバイオを組み合わせて、バイオ DX ってことを、我々提唱して言ってるんですけれども、じゃあ DX って何ですかっていうのを、いつも説明するときに出してる図がこれで、DX っていうのは、カメラがもともと、皆さんもこれ、こんな見たことないと思うんですけど、フィルムっていうものがあってですね、そのフィルムに写真を現像してた時代があったんですね。ピンとこない人ばっかりかもしれません。すいません。で、そういうアナログの時代だったのが、デジカメってものが発明されて、デジタルに写真が撮れるっていうので、すごいもう、時代が変わったんですね。デジカメっていうのができて。で、さらにもっと皆さんの世代だと、インスタですね。インスタグラムとか使って、もうデジカメなんて言葉も言わないですよね。自分のね、こうスマホで撮った写真を誰かに見てもらおうって言って、インターネット上にアップする。で誰かにこう見てもらうみたいな、そういう SNS と組み合わせてこのデジカメの画像をみんなが使うみたいな、そういう時代になっていると思うんですけど、そういうような誰でもこう使えるような感じになっていることが、できているっていうのがこのデジタルトランスフォーメーションというものの、状況だというふうに、大体理解してくれるといいかなというふうに思います。でそれと、同じようなことがバイオにもあって、バイオの世界だとこういう顕微鏡でスライドガラスにこうサンプルを置いてカバーガラスかけて、目で見てっていうのが、アナログの時代だったんだけど、今そんなことをまずしません。どうするかというと、その見るものも見る対象も、人間の目でも見ますけれども、こう
カメラで撮るわけね。それもデジカメで撮るわけですね。専用のデジカメがあってここにデジカメつけて撮るんですけど、そういうようにかなりバイオもデジタルの時代になってて、それの最たるものがこのさっき言ったその DNA の配列を、ある生物が持つその DNA の配列を全部読もう、それのことを、まあ、ゲノム配列解読って言います。まあ、DNA 全体のこと、ある生物が持つ DNA 全部のことを特にゲノムと呼ぼうというふうになってますので、そのゲノムを、まあ、読むと。そうすると ATGC っていう配列がバーッと出てきて、じゃあもうそうなったらいちいちその生物を、まあ、見なくてもその配列の中から何かあるんじゃないかって言って研究ができる、そういう生物が持つ情報のデジタル化っていうのが進んでまいりました。でさらにその、まあ、いろんな生物が持つ情報っていうのがどん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 そうやって情報になってきたらですね、それを大科の方を、まあ、ダウンロードしてきて、大科が常に測定した ある生物の、ゲノム、例えば、まあ、このユカリですね、ユカリの赤シソもこれもゲノム決まってるんですけども、というか我々が決めたんですけど、その赤シソのゲノムも公共のデータベースに登録してあって、誰でも見に行ったらダウンロードできるみたいな、そんなふうな状態になってるんですけど、そんな情報をですね有効に活用しようと。もちろん僕らが、まあ、この赤シソをね改変して赤くない赤シソを作るとか、そういうふうなことを、まあもちろんできるんですけど、じゃあもっと匂いがいい赤シソを作ろうとか、そんなことをしたいと思った時には、このゲノム編集という技術でそういうことが、まあ、理論上は可能なんですね。でそれを、まあ、どういうふうにしていくかというのは、まあ、それぞれ研究の必要なところになっていくんですけれども、そういう遺伝子の、ね、配列情報の有効的な活用をしていくと、そういうところがこのバイオ DX という、こうバイオでの DX っていうふうな、まあ、流れで、ここには書いてるみたいにこのバイオディーゼルっていう燃料ね、車の燃料、車だけじゃないですけど、このジェットの燃料もそうですけど、我々が作れるようにする。まあ、今までのね、燃料っていうのは皆さん知ってる通り、ね、地中から掘り出して、石油とか石炭みたいに、こう、化石燃料っていうのは取らないと絶対使えなかったのが、我々がそうやって生物を育てて、生物を作らせればできる。まあ、そういうふうな時代になったりするかもしれないし、青いバラですね。青だけどバラはなかったんですけど、そういうふうな不可能というふうに言われているものすら、まあ、できるようになっていくんじゃないかということを、まあ、バイオ DX で狙っています。でその時にちょっとゲノム編集って何ですかって出てきたんですけど、これも説明していると多分1日かかるので、簡単にこの、bio-sta.jp というところにある FAQ にを書いてますけど、まあ、ここに書いてある通り狙ってね、DNA をですね、狙って変化させるっていうのがこのゲノム編集で技術です。あとでこれも先輩方にちょっと聞いてみるといいかなと思うんですけど、まあ、細かいことはちょっといろいろちょっと スライドに載ってますけど、ここではちょっと省略します。で、まあ、このバイオ DX って今我々はゲノム編集を例にね、そういうことを言いましたけど、それ以外にもバイオの分野でその DX でデジタルトランスフォーメーションしている人たちはいろいろ応用を考えている人いて、一番言われているのはこの実験ロボットを作って自動化して24時間寝ない、24時間ずっと動き続ける実験室を作るとかね、そういうこともあります。あとは我々がやっているようなゲノム編集、それを使った、まあ、育種ですねであるとか、ちょっとこれ1、2年前に流行りになりましたけど、そのタンパク質の立体構造を予測できる、それをビッグデータから AI を使ってできるようにするっていうアルファフォールド2と呼ばれるようなプロジェクトがあって、そういうふうにタンパク質の立体構造を今まで頑張って数年かかってやらないといけなかったのが本当にコンピューターで数時間でできるみたいな、そんな時代に今なって、いろいろバイオ DX っていうものもいろんな方面で、ね、進んでいるというのが現状。でこの、まあ、バイオ DX という言葉は最近出た言葉なんですけれども、まあ、そのバイオ DX でやろうと我々考えているようなことを最初にやられた方が日本人でいらっしゃって、皆さんも多分お名前を聞いたことがあると思います。この山中伸弥先生です。まあ、ノーベル賞を2012年だからもう10年以上前ですけど取られて、まあ、iPS 細胞というのを、まあ、発見したというところ
なんですけれども、それでノーベル賞取られたんですけれども、その山中先生は iPS 細胞を作るっていうのをやられた時に、まず実はデータベースを使ってるんですね。それは彼らが狙ってたその細胞が、マウスっていう、実験でよく使われる動物ですけど、そのマウスでどんな組織で発現してるかっていうのをいろいろデータから見てたんですね。この最終的にはこの山中4因子と呼ばれている4つの遺伝子を発現を上がれれば元々の細胞がiPS 細胞になるよってことを見つけてきたんですけど、それはくどいようですけど、このデータベース、公共のデータベースにある遺伝子発現のデータから彼らのグループはそれを見つけてきたんですね。最初は24個見つけてきたらしいんですけれども、その中で実験して確認して、この4つだけが最終的に正しい因子だというふうに突き止めて、それでノーベル賞を取られました。そういうふうに今でいうバイオ DX による発見をしたという一番最初の例かなというふうに思ってます。はい、で彼らがノーベル賞を取られたのは2012年ですから、もっともっとこの時間軸より前、この辺なんですけど、実際に山中先生たちが研究室はここのもっと公共データベースのこの立ち上がりも全くない時代からなんですけど、この今図は、横が年で、縦がこれDNA の配列のデータの蓄積です。しかもこれ対数軸になってるんで、これだと2倍になると10倍になるという恐ろしい増え方をしているという曲線なんですけど、今 DNA の配列データっていうのは公共で誰でも使える、誰でもアクセスできるデータが、実はここに書いてるのを信じると 73.7 ペタ。ペタっていうのはこのテラのもう一個上で、1ペタが1000テラベース、1000テラの塩基なんですけれども、それぐらいものすごい数の塩基配列が公共のデータベースと呼ばれるところにはすでに蓄積してて、これ全部まず取ってきて何かやろうって思っても無理というふうになっているので、この部分の一部をダウンロードしてきて使うってことを先輩方はやられています。そういう今言ったようなバイオ DX っていうのがじゃあどういう可能性を秘めているかというのを、我々ここの後ろの写真にあるゲノム編集イノベーションセンターというところでやってるんですけれども、もともとはこの人ゲノムの配列を決めようというところから始まってて、人ゲノムは多分皆さんまだ生まれてない頃に、実は2003年に完全解読というのがされて、それ以降はこれは代表のね、どの人かわからないけど、何人かの人のごちゃ混ぜのゲノムだったんだけれども、その後は個人のゲノムを決めていこうみたいな話になって、どん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 いろんな技術が出て、1000人ゲノムを決めたのが2012年で、1人のゲノムを決めるのに1000ドルですから、今だと15万円ぐらいですかね、15万円ぐらいで、決めれたっていうのがちょうど10年ぐらい前ですね、2014年で、さらにですね、去年これなんですけれども、ここで人のゲノムを決めたって言ってるんですけど、実は端から端まで決めてなくて、染色体の構造って習ったと思うんですけど、真ん中辺がセロントメアって言って、端のことをテロメアって言うんですけど、その端のテロメアからテロメアまで完全に読みましたっていうのが、出たのがこのちょうど1年半ぐらい前で、それぐらい実はまだ完全に読むっていうのは難しいという、そういう代物なんですけれども、そういう、まだまだ技術は開発されていってると。なんかこうやって解読されたとか言っても、実は完全には決まってなくて、完全解読って言葉ついてるのに完全じゃないんですよね。特にセントロメアのところとかね、繰り返し配列が起きてすごい決めにくいんですよね。そういうところら辺をちゃんと決めましたっていうのが、ようやく技術的に可能になったのがつい最近。で、こういう人のゲノムを、30億塩基対やるって言われてるんですけども、もうちょっと分かりやすい言葉で言うと3ギガですね。3ギガあるというのが人なんですが、それ以外の生物ももちろんゲノムみんな持ってて、今のところゲノムを持たない生物を見つかった例ないんです、見つけたら大発見です。ないので、その全ての生物はゲノムを持ってる。で、じゃあそのゲノムを何とかしたい。産業的に役に立つものを作るとか、そういうことを考えた場合は必ずゲノムをまず読む。
そういうことをまあしてて、まあ、日本でもそういう生物の研究している人たちがその、ね、生物をまあ育てている人たちが結託して、お互いに使っている生物は融通し合いましょうみたいな集まりがあって、そういうのがこういうナショナルバイオリソースプロジェクトっていうので、まあやってて、広大だとあのカエルとあと、菊ですね、菊を、まあ、日本で代表して、やってます。そういうところの中で、まあ、もっとここに今言ったようなもの以外の産業的に役に立つあの生物をもっとやっていこうというところで、あの私がこちらに来て始めたのがこの三島食品さんと一緒になってやったこのゆかりだったんですね。ゆかりのゲノムも、去年、解読、完了しまして、でこれからじゃあこのゆかりをどういうふうに改変していこうかみたいなのをちょっと今いろいろチャレンジしているところです、はい、これからですね。ゆかりのゲノムって書いてますけど、これがゆかりです。で、まあ、そういういろんな人が解読したデータっていうのはその論文として発表しますので、その論文発表と同時に実際に自分たちが出したデータっていうのも登録するっていうのはこの世界必ずやってます。そうじゃないと論文として認められないことになってますので、そういう、まあ、あのものはこの NCBI っていう、まあ、アメリカの、まあ、NIH の、まあ、研究所なんですけど、そちらの方からこんな感じで、まあ、アクセスできます。NCBI ゲノムとかアクセスできて、まあ、こんな風に、まあ、系統樹からってなんか思うかもしれないですけど、これはあの、まあ、生物の、まあ、大まかなこう分類した分類儀木なんで、まあ、系統樹の一種ではあるんですけれども、今日今から書くその分子系統樹とはちょっと違ってて、分子系統樹っていうのはある生物、ある遺伝子っていうのを決めたらその遺伝子が別の生物にも持ってるので、同じと考えられるその遺伝子に対してどれぐらい違ってるかっていうのを きっちり決めて、その違ってる度合いでこう枝の長さとかを決めていくみたいな、そういうことをまあするようなものになってて、じゃあ今日はあのまあ、広島大学の方で今、ね、卵アレルギーのない卵を作ってて、それのまあ原因、卵アレルギーの原因なのはこの、タンパク質、オボボンコイドと呼ばれるタンパク質だっていうのが分かったんですけど、それに関する分子系統樹をみんなで、書こうということを、この後、大学院生の先輩方と一緒にやっていこうということを、まあ、やっていくということになってやります、はい。まあ、その先輩方は実は全員この篠島大学の卓越大学院プログラムっていうのに、まあ、皆さんそれぞれ生物出身の大学違うんですけれども入っていただいて、この5年1巻 の, 博士課程1巻の大学院っていうのに入って、研究を、まあ、進められてまして、まあ、その中でバイオインフォマティックスっていうのの講義は15回やってます。1回90分のやつを15回、やってて、まあ、ですけど、こうやって1回喋ったら終わりじゃなくて、この大学院の講義が全部収録されたやつをそれぞれ再生してみるというふうな、でそれで課題が出たら課題もやるという、そういう、まあ、講義のスタイルなんですけど、こういう、動画で、見られてて、まあ、15回やるとこれぐらい、19時間ぐらいになって、スライドも500枚ぐらいあるんですけれども、まあ、そういう講義を勉強されて、今、専門家になっていこうとされてます。で、まあ、実際にじゃあその15回の講義どんなのかって言ったらこういうふうになってて、まあ、中身なかなかあるんですけど、バイオマティクスの歴史とかなんか、いろんなデータベースについて学んだりする中にですね、この系統樹の作成というのがあるんですよね。ちょうど真ん中ぐらいにありまして、この系統樹の作成以降は、最新の、まあ、シークエンス、シーケンサー、まあ、DNA を読んだものからデータを解析していくっていうのの解説になるんですけど、ちゃんと系統樹の解析、作成っていうのも、このバイオマス講義の中にも、まあ、ありまして、まあ、こういう参考書で、まあ、ちょうどこちらに持ってきてますけども、それを、まあ、見ながら勉強されてます。はい、で、まあ、バイオマ DX で目指すものっていうのは、これも何回か言ったかもしれないんですけれども、言いましたけれども、まあ、我々のね、自分たちでこういうふうに読んだ、ゲノムの配列、DNA の配列と、あとね、公共のデータベースの情報を足して、まあ、ゲノム編集の実験ももちろんやった上で、これまで不可能と考えられてた、まあ、生物を、まあ、作出して、例えばアレルゲンのない、鶏とかいうのもこれまで不可能だったんですけれども、そういうものが、まあ、
作り出したのが広島大学の、まあ、今年の、まあ、大成果なんですけれども、そういうものにあるとか、まあ、バイオディーゼルの燃料が作れるような、まあ、再装備を、まあ、開発するとか、まあ、こういうバラを、まあ、青い花が咲くように変えちゃうとか、そういうような不可能なことを、まあ、やっていこうということで、皆さんにこういう一体を知っていただこうということで、まあ、紹介させていただきまして、ここから宣伝なんですけれども、そういう人たちを、まあ、私の研究室ではぜひ一緒に研究していこうという人を、まあ、募集してますので、まあ、研究室こんな感じで左にあるようなこういうコンピューターを使うとか、あとこういう研究会にね、日本中のそういう専門家が集まる研究会に出たりとかする一方で、まあ、こういう実験室も、まあ、持つような、まあ、そういう研究室になってるんですけど、まあ、私の研究室の人たちは皆さん学生さんはあれですね、バイオマティクスを勉強したいということでやってるので、この左のドライの、こっちのことをウェットつけて、こっちをドライって言うんですけど、ドライの、まあ、研究のみっていうのを今のところは、まあ、進めて、研究してくれてます、はい。でまあ、今言ったみたいなこうバイオマティクスによる遺伝子の機能解析みたいな、ここの2番っていう部分の研究を、皆さん進めてますが、研究室全体としてはこのバイオ DX 基盤技術開発ということで、ウェットのね、実験室もフル活用した。で、最終的にはゲノム編集も目指すとか、このゲノムの配列解読も自分のところでやる。我々の研究室でやれる。そういうことを、まあ進めてます。ですので、ちょっといろんなことやってるので、なかなかシステマティックというか、まあ、体系立てで話すのが難しいんですけれども、まあ、そういうようなことを、まあ、進めてやってます。で、今ここの、ね駅の近くの青いところにいますけど、大学はこの緑の辺に広い敷地であって、我々がいるところはちょっと実は、大学のメインキャンパスから離れたこのゲノム編集イノベーションセンターって言いますけど、このイノベーションプラザという領域で、いてですね、そこからバスのと、クレイビのバスのと途中で、停留所で降りると、まあ、来れるようなところに、まあ、います。で、大学院生の皆さんも普段そこで、研究しています。はい。で、まあ、その場所はこんな感じの、上がまあ全体の写真で、下は入り口 の看板を、まあ、見てます。はい。ちょっと話が難しかったかもしれませんが、まあ、私の話は以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。